ドライバーへご掲載されている企業様に実際に使ってみたご感想についてお伺いするお客様の声。今回は千葉県佐倉市に拠点を構え、関東、関西、中部エリアでのチルド輸送を展開する株式会社誘導運輸の富永様からサービスを利用したご感想をお聞きしました。誘導運輸千葉営業所の富永と申します。まあ、主に冷蔵冷凍トラック、10トントラック、トレーラーで、まあ、飲料を運んでおります。ドライバーをどのぐらいご利用されてますか？まだうちは3年ぐらいですかね。ドライバーさんを使っているのは、大体そんなもんですね。ドライバーをなぜ使ってみようと思いましたか？僕は名前好きですね、すごく。ドライバーっていうのは最初はどうしても中身ってわからないんで、使ってみないとわからないという部分はありますけど、まあまあまあインパクトのある名前が僕は好きです。実際に使ってみていかがですか？まあ僕自身そのパソコンに慣れてるわけじゃないんで何とも言えないんですけど、まあこう一個目一個目が大きいんで見やすいのは見やすかったですけどね。確かにそういった部分では使いやすいかなと思います。他の求人媒体と比べてみていかがでしょうか？かなりの大手さんを使ってましたけど、なかなか直で話すこともできなかったので、相手方の心理というか分からなかったので、ちょっと大手さんはちょっとなっていうのもありましたね。ドライバーを使ってみてどのような効果がありましたか？やり取りがすごく、まあ、やりやすかったのはやりやすかったんで、今までの電話対応のその大手さんの電話対応が多かったので、募集された方とのやり取りの変化っていうのはすごくありましたね。どのような企業様にお勧めできると思いますか？どうしてもドライバーさん向けの名前なんで、そういった企業向けにはなってしまうんじゃないかなと思いますね。今後もドライバーを使い続ける予定はありますか？ああ、そうですね。まあでも言ったら悪いんですけど、求人媒体を使うっていうイコール人が来てないっていう判断にどうしてもなってしまうんで、本来ならね、ドライバーさんを使って1年で良かった結果出たよっていうのが一番いい報告やと思うんですけど、まあ早くね、やっぱ辞めたいっていうのは本音なんですけど、まあ、今現在ではまあ全然使っていきたいと思っております。だって広告サイトってお客さんに対して人が集まってなんぼじゃないですか。だから僕ら企業側としても、あっここで募集したら速攻集まったねって言えるんがやっぱ嬉しい声だと思うんですよね。ずっと使ってもらえるってあかん評価なんで、多分僕や社長が思うところだけど、ここ使ったのすぐ集まるからここ使おうやっていう話が一番早いんですよね。でうちかってやっぱ、あ、人集まったけどごめんまた人足らんような、だから使わせてくれへんっていうのがね、ありがたいことやと思うんで、すごいそれぐらいまでなってください。株式会社誘導運輸富永様、インタビューへのご協力誠にありがとうございました。